10秒ぐらいかな。おおすごい。いやでもさ、すごいね。これさ、俺もうすげえなと思ったのが、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ、アルファホビー部。けどやっぱ年々こうあればセンサーのね、どんどんこう性能も上がってくるし、当たり前だけど画素数も上がれば高感度もダイナミックレンジも上がってくるわけだから。やっぱノイズが乗りやすいっていうのはどうしてもそのセンサーのスピードとかの関係上やっぱあるんだよね。電子機器だからどうしてもその辺は、だから積層型もノイズが乗りやすいってよく言われてますし、まあ、その辺もジレンマのあって結局あるけども、まあいつかはクリアします。クリアっていうか皆さんが納得するレベルまでなってくると思いますよ。すでにそれやってるのがキャノンさんです。キャノンさんの今回の R1 と R5 Mark II に関してはまだ実物見てないですけど、それをやるって言ってるんでしょ。ノイズの処理を、要は、なんだ、ちょっと不勉強で、違ったら違うって言ってください。コメントの方で。要は、僕らが、その、アトコートでやってるのが DXO、ピュアローだったりする、あれじゃないですか。あれが要は、カメラ内で行われるっていうことで、僕は理解してますけど、違うのかな、ね、と思ってますけど。一応そういう名前がついて、うん、まあ、手元にあるわけじゃないからね、実際。全然わかんないですけど、うん、僕があの感じを見た、あの、プロモーション見た感じは、それが行われるっていうふうに判断してますけど、うん、もしこれが本当だったら、もうすでにそういうことだっていうふうですよね。その、最初のセンサーの足癖として出る、要はノイズに関しては、もう秒でソフトウェアで解決するというのがトレンドになってくるような、気が僕はしますね。うん。あ、パニパニさん、興味があれば。ああ、ぜひぜひお願いします。すごいね。注文できたんだ。すごい。うん。なんで、そうなると、その、イソ感度においての、ノイズの出方っていうの、また概念変わってくるんですね。今だったら JPEG に対してのノイズのリダクションですけど、それはローに対して効いてくるっていう、アクセス。要は、アクセス。ローに対して要は、作用すると。いう時代がもはや来ると。実際アップのソフトでもできちゃってるから。それもさ、面白い話でさ、言わなきゃさ、うん、別にただのローの画像だよね。例えば言い方変だけど、ノイズリダクション してないってもしも言わないでさ、勝手に AI 積んでさ、いや勝手にやらせてやったらさ、うん、おこんなにノイズの少ないローが出るんだっていうふうになるじゃん。いやでもそれを一番ベストは何も言わずに、うん、カメラの中でちゃんとやって、はいこれですよって、要はもう本当に黒子ですよ、うん、接してくれるのがいっちゃいいですよ、それが、うんうん、一番いいと思います。そしたら今度また文句言う人いるんだろうね、うん、JPEG 撮って出しじゃないとかさ、なんかロー撮って出しじゃないとかさ、なんかもう書いてだいぶ減ったっすよそういう人だいぶ減ったっすよ、うん、理屈が分かったらそれはそうだろう、言ってることは、うん、理屈が合わないの分かってる。まあ、そもそもセンサーから出してさ、あのデジタル映像になって書き出してる時点でもうなんか取って出しもクソも何もないもんね。介入しまくれたもんね。だって聞いて。だからその話は俺前もしたけど、うん、あれ言い方がちょっと言葉が足らないんですよ。そういう人たちっていうのは言葉が足らなくて、うん、違うんですよ。そうじゃないんですよ。要は後からごちゃごちゃやるのが良くないっていうふうにはっきり言えばいいんですよ。それ、うん、はっきり言えばいいんですよ。その場で勝負して、うん、まあ、この言い方すると非常に今のコンプライアンス的に良くないですけど、男だったらそれで勝負せいと、うん、言いたい、これが言いたいです一番、うん、なあ、だろうね、多分、うんうん、言いたいでしょ。それをはっきり言えばいい、うん、正直に。それを隠すからよく分かんなくなっちゃう、うん、はっきりそう言えば、言ったら納得するですよ、みんな。そうだねと思う、うん、そういう考え方の人もいるよねと納得するんだけど、それをなんか被したような言い方をするからおかしくなっちゃうんですよ、それは。なるほどね、と俺は思います、うん、そういうことなんじゃないの、うん、ってふうに思う。じゃなかったらその本当の色が出てないというか、いや本当の色なんかないですよこの目で見たやつが本当だけどそれ以外にはないっすよ、うん、ただのデジタル信号ですよそれ、うん、ね、と思っちゃうもん、うんうん、そうじゃないっていう、だそこは理解しなきゃいけないというか、それでいけないって言ってるわけじゃないんですよ、全然。そういう遊び方、そういう精神論、そういった、自分のポリシーがあってしかるべきだと思ってるんでそれは全然僕は構わないと思うけども、本当のことをちゃんと言った方がいいよっていう、誤解されるよって話ですね、うん、そこに関しては、うん、ねえ。ああ、そうなんだ。
R1 と R5 はまだカメラ内現像みたいに1枚1枚適用する感じ、10秒ぐらいから、おーおーおーすごい。いやでもさ、すごいね。これさ、俺もうすげえなと思ったのが、10秒ぐらいかかってでもやらせるんだと思った。ねえ。これ、すっごい。やっぱキャノンすげえわ。普通これね、10秒もかかるんだったら、ね、多分採用しないです。これ。やらせるんだ。でもやんないと技術進歩しないから、多分やらせてるんですよ、これ。これ多分もっと早くなるんですよ、次の機種から。どん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 。ねえ。あ、これやっぱキャノンすげえな。やらせるんだ、これ。あ、やっぱキャノンは王者だね。使ってみないと分かんない。使ってみないと分かんないけどね、どういうもんなのかも。分かんないけど、これすごいっすね。いや、でも、なんか昔ソニーだったみたいなことをキャノンやっぱやるね、最近ね。なんかちょっとこう、アグレッシブにいろんなことチャレンジして。いやすごい、うん、なるほど、ね、まあね、キャノンもいろいろ言われてますけどね、高画素ができないとかね。まあだから今回のだから画素数がちょっと抑え気味に、要は新しいデュアルピクセルシーモスの致命的なところなんだよね、あれ。なんかそういうらしいけど、ね、半分取られちゃうね、あれって。だからなんか半分だか3分の1だ か, だ か, か要はそう、うん、だそういうそのセンサーの仕組みを使ってる限り、なかなかこうみんなが言うほど手軽にこう高画素管理して、じゃあハイスピードマシンみたいなものをやっぱ出せない。だから結局あの程度のあのぐらいのもので作るとなると、結局今のところでギリギリ踏みとどまってるみたいな機種が、だから R3 から R、うん、あの EOS R3 から EOS R1 になった時に。これは EOS R1 じゃねえぞと、EOS R3M2 だぞって言われたら、もうやっぱその辺はそういうところもあるのかなっていう気はちょっとやっぱしますよね、うん、そうか。だからか、だから結局カメラ内でのアップスケーリングっていうので対応するわけだ、まあ、まあまあそういうね、今できる範囲内で画素数を範囲内でやるっていうね、いろいろできる他のことで、まあ頑張っとるっすよ、うん、すげえわキャノン。もう感心するっすね、こういうの見ると。あの意地でもっていう、なんとかしたいっていう、その意思が伝わってきますね、このやってることから。すごいね。いやでもね、今回そのまあターザンさんの、まあ、写真展の話になっちゃったりとか、まあ、正宗君の写真展の話になるけどね、もうやっぱり高画素から得られるそのプリントの恩恵っていうのがね、もうはっきりとありすぎる、あまりにも。もうここは明らかです。でプリントってみんな別にしないって言うけど、する人も結構増えてるんですよ。でいざやるって時に悔やむわけですよ。もっと高画素機で撮っときゃよかったって、うんうん、うん、思うわけですよ、いざってなった時にね。例えばそれが A2 だとしてもそう思います、うんうん、A3 は多分こんな変わんない、うん、A2 ぐらいから急に変わります。その要は表現方法とかその粒子感みたいなのが変わってくるんですけど、 H になったらもう明らかに違います。それはその時思うわけですよ。はあ、高画素機いいな、うん、やりたいと思った時に、じゃあ自分がそういうカメラで撮ってないって時に、なんでそういうのを撮ってなかったんだろうっていうふうに悔やむわけですよ。選択肢としてはあったはず、何にもかかわらず。で時代が今どん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 やっぱり高画素にいってるっていうのは理にかなってるんですよね。そこって遊び方が変わってきてるっていうか、選択肢として非常に増えてるっていうのはとてもあると思います。画素欲しがるんですよ。まあそりゃそうですよ。いらないいらないっていう人もさ、さっきの JPEG 取って出し論者と同じだけど、いやいや2400万画素で十分だって、うん、まあ十分っちゃ十分なんだけど、あるに越したことはないのは十分なこともある、うん、まあそうだね、正確に言えばね、うん、言い方としてはこれで十分なこともあるんですね、うん、はい、はい。